内宮宗太郎、新賀門、伊藤風磨、伊藤瀬奈、以上の26台です。これまでトップ通過してきた坂井亮とクインティン・ルーの直接対決、イン側が坂井、アウト側がクインティン。スタートは切られました。スタート、さあインサイド、インスタートを切って3番手の中井優斗がいきなりイン側にマシンを振りましたが、トップはそのまま坂井亮が取っていったような形になっていて、そしてクインティンがそこに逆襲をしていきたい2番手3番手争いですが、クインティンは3番手、4番手にはドシダという形になりました。ドシダはスターティンググリッドからワンポジションを上げています。トップだけが頭一つ抜け出して2番手以降がこのまま荒れていくんでしょうか。トップは坂井、2番手には中井、スタートは綺麗に切られていたという情報が入ってきています。最終コーナーから立ち上がってくる坂井亮はこのままポールに向かってまっしぐらか。2番手には中井優太、3番手クインティン、4番手ドシダ、5番手には花村優希が7番手スタートから上がっています。さあ5番手のカーナンバー75、花村優希は去年も参戦をしていました。エーレモータースポーツ長野県からの16歳、年度が変わると新たなドライバーが頭角を現してきたりしますが、花村もそのうちの一人になれるかどうか。ただ今後ろから結構飲み込まれて大変。さあ27、24横並びという形でバックストレートエンドに入っていきます。先頭と辻井です。その後ろには塩田もクロスラインの2個目とか狙ったりしています。さあトップ単独2番手争いが3台、そして5番手からがサカーナンバー27、辻井優斗を先頭にした長い列車になりました。花村はちょっと飲み込まれて現在9番手となっています。サカーナンバー、27の辻井優斗なんですけれども、かつてはこの水飲みシリーズでシニアのチャンピオンも取ったことのあるドライバー、後ろ少々なんかプレッシャーをかけられても揺るぎそうにないような、そんな感じですね。6番手にはカーナンバー24の今センター山がつけているんですが、さらにその後ろに今バックストレートエンドのところでこれ塩田と落合が続いてきましたね。うわこの5番手争い面白そうです。さスマートなイメージがある塩田の後ろからイケイケの落合レオンがついてきて、2コーナーから3コーナーです。トップ4はほぐれていますが、その後ろが接近をしています。5コーナーから立ち上がってくる落合レオン、イン側にマシンを振ったりしてプレッシャーをかけています。その後ろの4台も接近をしていますね。落合バトルの少し後ろ、カーナンバー75、43、そして44と言っているのは花村、金子、坂井の3台です。金子と坂井といえばね、まだまだジュニアから上がったばかりというイメージのあるドライバーなんですが、さあどんな風に追い上げてきてくれるでしょうか。これで4周終了、5周目です。トップ4がもうやっぱりね、この2人に絞られてきましたね。坂井亮とクインティング、後ろの中井とドシダが離れまして、さあこのトップ2のエマティ対決ということになりました。同じチームです。さあクインティン入っていく、タコツボ、しかし坂井の方がこれはスピード乗ってる、これはクロスを取れるでしょう。さあクインティン、今のはジャブだったのか、おー今度畳みかけてきたバックストレートエンド、いきますねいきますね。クインティンルートップに浮上です。さっきのタコツボでの飛び込みはフェイントだったんですかね。本命はバックストレートエンド、そこのための組み立てということだったんでしょうか。さあ同じチームだからといってセッティングが同じとは限りません。それぞれにドライバーの乗り方に合わせてプロフェッショナルなメカニックがセットをしてくれていると思います。それを最後まで活かせるかどうかはドライバーの腕次第。3番手4番手が離れた今完全に一騎打ちとなりました。クインティンと坂井、さあお互い獲得ポイントは一緒ですから今までね、これで前に来た方が通るということになります。さあホームストレート、これで6周終了。
そして5番手争いは千代田総一郎が辻井優斗をかわして上がってきました。5番手は千代田、6番手に辻井、7番手には先端、8番手には落合。前半でガツガツ追い上げていた落合なんですけれども、ここに来てちょっとスピードが鈍っています。そして9番手には一気に坂井隆太郎が上がってきています。10番手花村を今菊池明則がかわして10番手に浮上。10番手以降がその後ろの集団ということになりました。菊池、花村、さらにその後ろにいるのは小山田ぐらいでしょうかね。最終コーナーから立ち上がってきます。ホームストレート残り周回数は2周。さあトップ2もまだわからない。坂井涼が2コーナー飛び込むが、これはクインティンがアウトサイド。おっと、そして1台ボーンを言ってますね。あ、ゆっくり走っているドライバーが1人います。さあトップはと言いますと、今ヘアピンのところでちょっとラインが交錯したか、クインティンが後ろを振り向きながら前に出ていきました。さあそして先ほどシャンパンが外れていた下田凛とは車検場に戻りまして、さあ最終コーナーへとクインティンが飛び込んできます。さあこれで8周終了。坂井涼には残るチャンスはあと1周となりました。ポールポジションを獲得するとこの水波シリーズはシリーズポイントもつきます。これが最後大きい。おお、インナーを守ったクインティに対して躊躇なく大外に飛び込んでいった坂井ですが、立ち上がりは互角。そしてまたラインを変えた、クインティに対してラインを変えた。立ち上がり重視のラインにしたが、下蹴る、どもどうなんだ、バックされてんだ。3度目の正直なるか、大外から行った、クロスラインは取れない取れない。これはクインティに軍配。最終コーナーから立ち上がってきます。シニアマックス、この予選クインティン・ルーが3ヒートとも制しました。2番手には坂井、3番手中井、4番手塩田、5番手辻、うわー、その後ろすごいのが今通過していきましたね。6番手にはどっちだ。